あれは天井じゃないわ、フック。あれはね、空っていうのよ。ここが上層部ですか。空気の匂いが下層部と違いますね。鉄や地髄粉塵の匂いがほとんどしないだろう。大きく息を吸ってみろ。これが自由に呼吸するということだ。まさか生きて上層部に戻れるなんてな。下層部にいた十数年間、本当にいろいろなことがあった。そうだろう、ナターシャ。そうね、あれ不思議だわ。ケーブルカーに乗っている間はこれからのことで頭がいっぱいだったのに、今はただどこかに座って行き交う人々をぼんやりと眺めながら一日を過ごしたい。この安寧を楽しもう。俺たちにはその資格がある。